まあ商売ってのはね少なくとも売り上げを立てるために始めてるんですよで最近は好きなことを仕事にするみたいなスタイルもありますよねまあ、はっきり言ってね好きなことをやってるのに売り上げが立たないなんてじゃあ何なんだと思いますよねそれはね嫌なことをやっててね売り上げが立たないのはまだわかるんですけども好きなことをやってそこに全知全能、自分の全てをかけてねやってるはずなのに売り上げが立たないと、うん、その好きなことに対する冒涜じゃないかなと思うんですよね まあそこまで考える必要はないんですけどもとにかく商売をうってる以上は売り上げ立てろと売り上げが立たない商売は商売じゃないということだと思うんですよ、まあ、ですんでねビジネス始めて半年1年とコツコツやってると思いますけどもいやー売り上げ今月全然ありませんでしたとかねよく頭変いて報告来れるなみたいな感じですよねまあそれこそねひどい言い方したらこれはね絶対そうではないんですけども 勢いとしてねね騙しててでもってこいくらいらの、ね、勢だめな,なんですけどそのぐらいの気合いを持って商売って、ね、やるもんなんですよ。まあ、本当に騙しちゃだめですけどね。けどあの人の高揚感とかねそれからどんなことに困っているのかどのタイミングだったらスッと支払いをしてくれるのかどんなタイミングだったら人は話を聞くのかってことをつぶさにね観察して捉えて。 今だと思う瞬間にはスパッとね、行かないといけないですし、時にはですね、あと3日間、格安でセールしますみたいな、まあ、いわゆる、煽っていかないといけないところもあると思います。力がないうちはそういう風になるんですよ。力がついていくと、普通に過ごしてるだけでも、久保さんって即価塾の人ですよね。即価塾って今でも売ってるんですかっていう風に聞かれるんですよね。まあ、これは上級者になってからの話です。まあ、ですので、最初は、本当に石にかじりついてもね、売らないといけないですし、もう本当になんかこうね、 よく昔の営業マンが言,わっ言っていたことですけどもこれ売らないと会社に帰れないんですとかって泣き落としとかね <laughs> もうこれを売ったらこ出世が決まるんですお願いしますみたいな一生に来ますからみたいなやったりね新聞拡張なんじゃないですけども洗剤ちょっとつけるけどどうみたいなね、うん、だから遊園地のチケットが3枚あるんだけどこれつけるからどう ?3 ヶ月だけでも取ってみてよみたいなね、まあ、そこまで行くのがビジネスじゃないですか まあそこまでしなくても、売れるようになったらそこまでしなくてもいいんですけども、そこまでしても売れない人がそこまでもしないってことになったら、まあ売れるわけないですよね。つまり、売れなくてもいいや、しょうがないやって頭書いてる人は商売人のプライドがないんで、ずっとそのまんまエセ商売人をやるということですね。それがまさしく詐欺したというふうに名付けられるんですよ。商売やってないわけですからね。だから思いを込めて、必要な人に必要なものを届ける。そして、ご購入いただいて、あ、 売ってくれて助かったわと思って、えー、入金いただくのが商売だと思いますんでね。まあそういうことをやっていけばいいんじゃないかなと。間違ってもですね、会社の都合のためにね、プロモーション緻密に立てて、もう、マトリックスアフィレート、ガリレオ、平成のガリレオとか言ってね、プロモーションで売るとかっていうのはね、今流行りませんからね。まあ昔そういう時代ありましたけども。<laughs> ということでね、今日はあ、動画が2つに分かれてしまいましたけども、商売人のプライドということでね、 <laughs> おはねさせてもらいました <laughs> まあこのネタねほんと何回も使えるんで嬉しいですねマトリックスにとんずらされてよかった本当に <laughs> じゃあいってらっしゃい